伊賀警察署の伊庭越です。伊賀市交通安全推進協議会から春の全国交通安全運動についてお知らせします。5月11日木曜日から20日土曜日までの10日間、春の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は子どもをはじめとする歩行者の安全確保、横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上、自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底です。まずは子どもをはじめとする歩行者の安全確保についてお伝えします。県内の交通事故死者のおよそ4割が歩行者です。中でも幼児や小学生は交通事故により亡くなったり重傷を負う割合が高く、新学期を迎えて間もない今の時期には小学生の歩行中の交通事故が増加する傾向があります。歩行者の安全を確保し、かけがえのない命を社会全体で守っていく取り組みが必要です。運転者は子ども、高齢者、障害者などに対する歩行者保護を意識した運転を行うとともに、歩行者の飛び出しなど常に危険を予測した運転で交通事故防止に努めましょう。通学路、未就学児を中心に子どもが日常的に集団で移動する経路では、制限速度を守る、交差点でしっかりと安全確認をするなど、交通ルールを守るのはもちろん、思いやり運転を心がけましょう。また、歩行者側に違反のある交通死亡事故も発生しています。歩行者も交通ルールを守り、近くに横断歩道がある場合は横断歩道を渡りましょう。横断歩道を渡るときにはドライバーに横断する意思を伝えることが大切です。手を挙げたりドライバーに顔を向けるなどアピールをしましょう。無理な横断は絶対にしないでください。高齢者は自身の歩く速さをしっかりと認識し、道路横断時には左右から来る車に注意しましょう。夜間、早朝など暗い時間に外出する際は明るい色の服を着用し、反射材用品を身につけて周囲の車両に自身の存在をアピールすることで交通事故から自分の身を守りましょう。次に、横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上についてお伝えします。市内全小学校では守ってくれてありがとう運動を実施しています。この運動は子どもたちが横断歩道を横断する際や横断後に停止してくれた運転者に対してありがとうと伝えたり会釈したりしてお礼の気持ちを表し、横断歩道は人が優先であることを学び、横断歩道でのルールとマナーについて学ぶことができる取り組みです。また運転者にも止まらなければという気持ちを起こさせ、安全運転意識の向上と交通事故の減少を図ることを目的としています。運転者は安全運転意識の向上のため常に交通ルールの遵守と歩行者や他の車両に対する思いやり譲り合いの気持ちを持ちましょう。横断歩道での歩行者優先は道路交通法で定められたルールです。歩行者がいないことが明らかな場合を除き、停止可能な速度で進行し、横断しようとする歩行者がいる場合には手前で必ず停止して歩行者を安全に横断させましょう。運転中のスマートフォンの使用、いわゆるながら運転は注意力が散漫となり大変危険です。また飲酒運転は犯罪であり、重大な責任を負うことを自覚し飲酒することが予想される会合などには
車で出かけないようにしましょう。高齢者は加齢に伴う身体機能の変化が運転に及ぼす影響を理解し、慎重な運転を心がけましょう。交通事故防止、交通事故発生時の被害軽減のため、衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い、急発進抑制装置などが搭載されたセーフティーサポートカーへの乗り換えや、市でも補助している高齢者後付け安全運転支援装置の設置について検討しましょう。最後に、自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底についてお伝えします。自転車は運転免許証なしで誰もが気軽に乗れる乗り物ですが、車両であることを認識し、交通ルールを遵守して交通事故防止に努めましょう。自転車運転者は交通事故から命を守るためにヘルメットをかぶりましょう。今年度から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務になりました。自転車安全利用5則を遵守し、自分や周囲に対して危険を及ぼすような運転は絶対にやめましょう。また、令和3年10月から三重県でも自転車損害賠償責任保険等への加入などが義務化となっています。万が一の交通事故に備え、自転車損害賠償責任保険等に必ず加入してください。交通安全は私たち一人一人の身近な問題です。交通ルールを守り、ゆとりと思いやりのある運転や行動で交通事故をなくしましょう。お問い合わせは伊賀市交通安全推進協議会事務局、住民課生活安全係、電話 22-9638、 ファックス 22-9641 までお寄せください。以上、伊賀警察署からのお知らせでした。